ユリシーズはアイルランド生産、イギリス調教の競争馬、シュボバである。主なカチクラは2017年のエクリプスステークス、インターナショナルステークス。2007年のエオークスはライトシフトの第3個として誕生する。ライトシフトは2014年に出産中の事故により、急性したため、結果的に本場がラストクロップとなった。2015年10月に、 英国の名門マイケル・スタウト級者からデビュー。初戦は6着に終わり、2歳シーズンはこの一戦のみで終えた。初勝利は2016年5月、通算3戦目の未勝利戦であった。このレースでユリシーズは2着の日本三馬ニューワールドパワーに8番審査をつけて圧勝。このパフォーマンスを受けて、次戦ではここまで重賞未経験のみながら、A ラービーに挑戦したが、 16頭立ての12着と惨敗した。しかし、続くゴードンステークスを制覇して重傷初勝利を挙げると、秋はブリーダーズカップターフに遠征して4着と前線した。2017年はゴードン・リチャーズ・ステークスで重傷2勝目を挙げる。事前のプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスからはジム・クローリーに乗り変わり、続くエクリプス・ステークスでバーニー・ロイを 花咲くだして、GI 初勝利を挙げた。その勢いのままキング・ジョージ6世・ロクセクイーン・エリザベス・ステークスに駒を進めるが、3歳頻馬、エネイブルに4馬進半という決定的な差をつけられて2着に、敗れた。次戦のインターナショナル・ステークスを2馬新差で干渉し、外戦門章で再度エネイブルに挑んだが離された3着に、終わり、雪辱はならなかった。 2017年限りでの現役引退が決まり、ブリーダーズカップターフ参戦のため2年連続で米国に遠征。前売りでは一番人気に支持されていたが、レース前日に足のつなぎを痛めて出走取り消しとなり、結果的に凱旋門賞がラストランとなった。2017年の成績は6戦全てで3着以内と安定しており、 同年のカルティエ賞最優秀コバに選出された。以下の内容は、i r i s h r a c i n g c o m の情報に基づく。両血のファミリー出身であるため、競争の激しいガリレオ自家語でありながら種ボバ入りに、当たっては争奪戦が繰り広げられ、イギリスニューマーケットのチェバリーパークスタッドで、種ボバ入りすることになった。初年度の種付け量は3万ポンドに設定された。 ありがとうございます。